お疲れさん。みんな、祭りの大仕事の翌日にすまんの。いやいや、これくらいは平易ともないわい。ここはわしらの守り神様のお住まいじゃからの。ちゃんと綺麗に吐き清めていかんと、バチ当たるってもんじゃ。それに、昨日のリカちゃまの演舞を見ちょったら、元気づけられての。いよいよこの神社も、わしらの手で守っていかねばならんちゅう気になったわ。あははは、確かにそうじゃな。にしてもリカちゃま、大丈夫かいの。あの後熱出して今も寝込んでおるんじゃろ。なーに、入江先生が一日休めば大丈夫って言ってくれたんじゃ、心配はいらん。それじゃあみんな、ご苦労じゃが、祭りの前以上に綺麗にするつもりで、一応頼むわ。お、任せたらんね。おや、これなんじゃねえ。どうした、椎名のじい様。なんか見つかったのかい？いやー、この祠の陰にこんなものが隠れておったわ。えらく重いカバンじゃが、何入っとるんじゃ？おやー、こりゃ、結構な代物じゃぞ。なくした人、きっと困っとるんじゃないかのう。